お洋服紹介してないですね。今日はちょっとスウェットなんですけど、可愛くないですか？これはどこで買ったかちょっと忘れちゃったんですけど、可愛いと思って、ちょっとリハ着にもなるし可愛いし。で、見てください、今日は私イヤーカフをしております。見て、見える？珍しくない？イヤーカフ。イヤーカフ、なんか、イヤーカフ、なんでイヤーカフにしたんだっけ？そうだ、リリアちゃんと札幌の空港で少しお買い物してて、自由時間いただいたから、お買い物、お土産いっぱい買ってたんですけど、その時のお揃いのイヤリング買って、そう、すごい嬉しくて、こうすごいキラキラ光る紫？水色か紫？難しいな、中間色みたいなイヤリングをお揃いで買って、で、それをつけてこようと思ったけど、じゃあ2人で一緒にいる時につけたいなって思ったから、今日はイヤカフェにしたんです。